あなた早く早く。そうだよ早く早く。ちょっと待ってくれよ。今合わせてるんだからピント。よし行くぞ。あら。よし。あら。よし垂れた。鹿児島行ってもしっかり頑張るんだぞ。うん。中学とは違って勝彦より頭のいい子がたくさんいるんだから気を引き締めてね。分かってるって。本当？うん大丈夫だよ。お父さん早くしないと遅れちゃうよ。大丈夫だよ。ねえどうこの花。いいんじゃないか。あ、誰かしら。はーい。どうも奥さん。鶴田さん何しに来たんですか。ちょっと三沢さんにお話ありまして。話ってまたお金の話でしょ。この間貸したお金もまだ返してもらってないんですけど。まあそれはおいおいちゃんと返しますんでね。いますよね。ちょっと失礼します。ちょっと勝手に入らないでください。いやいいんじゃないですか。ちょっとあのそんな熱くならないで。何その言い方。だいたいずっと連絡なかったじゃないですか。いやでもいろいろ忙しかったんですよ。大丈夫です。ちゃんと返しますんで。ちょっと鶴田さん勝手にやめてくれ。おお鶴田君どうした。上がれよ。あ三沢さんお久しぶりです。あなたいいから。じゃあ失礼します。いや今日天気いいですね。もうね花がいっぱい。あ失礼します。それは大変だな。ちょっとあなたこの間事故起こした時の50万もまだ返してもらってないのよ。でも病気だって。じゃあ鶴田さんのお母様にお電話しましょうか。いやできないんであれば今日のところはお引き取りください。三沢さんしか頼る人いないんです。お願いします。いつか今日のところはお引き取りください。二度と詐欺みたいなことはしないでください。詐欺？詐欺じゃない。早く帰ってください。けど早く帰ってください。鶴田君今日のところすまんが帰ってくれ。わかりました。失礼します。鶴田君とは田舎の後輩で5歳年下だったが仲が良く、よく2人で飲んだりもした。しかし性格のきつい妻と楽天的な鶴田君とは合わず、鶴田君の50万の借金のこともあり、特に妻は嫌依頼をしていた。じゃあ行ってくる。いってらっしゃい。もしもし。うんうん2時ぐらいにはそっちに行けると思う。うんじゃあ着いたら連絡するね。うんじゃあね。
田さん。どの奥さん。主人なら会社ですけど。ええ、知ってます。あの、用がないなら入ってください。何それ。ん、どうした。あなた鶴田さんに会ったりしてないもんね。会ってないよ。お前だって会ったら何言われるか。そうだよ、お前に黙って鶴田なんか買わないよ。お金もちゃんと返してもらうから。そうね。何しに来たの？じゃあ行ってくる。いらっしゃい。ちょっとお話があるんですけど。はいはい。女房には内緒しといてくれよ。ありがとうございます。返すのはゆっくりでいいから。いつもすいません。営業のアポまで時間があるんだけど、飯でもどうだ。ちょっと用事ありまして。そっか、すいません。じゃあ失礼します。ありがとうございました。気にすんなよ。じゃあ、見ません、破れたのでもう一回書いてくれませんか。ありがとうございます。それじゃあお言葉に甘えて直帰させていただきます。はい、それじゃあ失礼します。ただいま。私はなんてお人よしなんだ。